それでは時刻は4時9分になりました。ラジオの絆は遠くとのつながりを忘れないために、毎週この遠くの絆で遠くの様子、遠くに支援活動に行かれた方たちにご出演いただいてお話ししていただいたり、遠くとのつながりを忘れないためにお届けしています。このコーナーを聞いた皆さんが、もちろん自分の生活がありながらも、でもどこかで遠くのことを忘れずにいて、良い伝染が起こっていったらいいなって、そんな思いでもあります。さあ、今日はお二人の方をゲストにお招きしました。遠くの幼稚園の支援の旅の第2回目になります。泉ヶ丘幼稚園清水先生、そして上井田幼稚園内藤先生です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。さあ、遠くの幼稚園を支援する旅ということで、前回に引き続き2回目のお話を今日は聞かせていただきますけれども、これはどういう活動、そしてどういうことがきっかけとなったのでしょうか。はい、前回久米先生と柳谷先生お話しされた通りで、はい、横浜市には公益に今年度からなりました幼稚園協会というのがあって、そこの研究部の中で4月の9日に、集まりがあって、はい、そこで現地は今どうなってるんだろう、まず見に行ってみないとどう動こうにも僕たちの思いは届かないねっていう話になって、はい、じゃあもうこの後行こうっていう風になって、たまたまその時、まあ、予定があった部長の本田先生と小塚幼稚園の久米先生と私で、現地の視察に行ってきました。それ会議があった次の日って確かでしたよね、はいはい、先生。そうです。わあ、行動力あふれる皆さんなんですね、先生たちなんですね。いや、でもそれはあれですよね、清水先生、子どもたちに見せる背中ですね。そうですね、まあそこまで深くは考えてなかったんですけど、同じ幼稚園保育園どっちも含めても、はい、子どもたちをお預かりしている立場として、現地の皆さんは本当に苦しんでるなだろうなと、そういう思いから、動こうっていうふうになりました。はい、清水先生の泉ヶ丘幼稚園はどのあたりにあるのでしょうか。横浜市泉区の端っこといいますか、はい、藤沢市に近いところですね。そうなんですね、はい、今日は長後街道で来てくださったんですね。はい、はい、ちょっと渋滞していて。あ、そうですか。渋滞情報を読みながらね、先生もし車ならと思ってたところでしたけどありがとうございます。そうでしたか。はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして、内藤先生にも上出幼稚園の場所ね、教えていただきたいと思います。内藤先生どうぞ。はい、先ほど渋滞情報にもありました、はい、上田町に、ございます、はい、最近環状4号線に新しいお店がオープンしたので、はい、ちょっと渋滞の方が多くなってるみたいですね。そうなんですね。はい、その上田幼稚園の内藤先生ですね。さあ、それではその旅、清水先生続けてお願いいたします。仙台から入ったんですけれども、その先の東松島市の伸びる幼稚園というところが、私が行った時には一番被害がひどく見られた場所でした。鳴瀬幼稚園で、園長先生とお会いできて、はい、お水とかバナナとか非常食を分けてくれようとした方なんですけど、そしてあっちの東松島市の方が、うん、被害が大きいよっていう話を教えてもらいました。なるほど。つまり内藤先生、僕たちの幼稚園まだいい方なんだって言って、もっとあちらの海側はっていうことで、向こうにも教会があって、3市ぐらいで合同の幼稚園協会があるみたいで、それで少し情報をいただいて、でその伸びる幼稚園の加藤先生っていう園長先生にお会いして、何かできることはっていうのを進めていきたいっていうのを視察で見てきたのが初日です。うん、そうですよね。はい、さあ、皆様、低いお声が清水先生可愛いお声が内藤先生ですのでね
内藤先生にもお話をね聞かせていただきたいと思います。はい、私はですね、清水先生等が、視察の行った後5月に、初めて行ってきました、はい、でその際は、東松島市の方の伸びる幼稚園の方も視察をして、うん、その後小野市民センター、避難所ですね、はい、そちらの方も、清水先生等が先に行っていたのでその所長さんと、お話をしたり、物資等を持っていきました。で特にあの私の方は、もう少し北の方に行ってみようということで、石巻の方に、足を運んでですね、そこで情報として、子どもの遊び場を、復活させようではないかということで、はい、横浜、東京のプレリーダーが動いてですね、プレイパークを、4月29日にオープンしたばかりだという情報を聞いたのでですね、ちょっとどこにあるのかはまでは分からなかったんですけれども、石巻の海岸線周辺を、ちょっと車で走ってですね、はい、で小さな看板を見つけてたどり着いたということがありました。まあ、なんというプレイパークの名前なんですか、そこは。すいません、ちょっと今記憶が、うん、はい、なるほど。こちら横浜にもいろんなところにプレイパークってあって、なんかとってもこう自由な自然な遊びができたりする場所だったりしますが、それがもちろん向こうではなくなってしまって作ろうって決めたってことなんですね。そうなんですよね。石巻、私もね行ってきましたけれどもね、大変な被害でしたからね。そっか、子どもたちに遊び場をってことですかね、内藤先生。はい、そうですね、うん、ちょうどあの横浜の方でもプレイパークがやはり足りていないねっていう話 で各区にも一区に一つは作りたいということで、うん、横浜市の行政としても動いていた時期ではあったんですね。で私も横浜とか施設見学というかは行っていた時も あった。ちょうどそれが被ったことで、そしてそれが仙台の方に出されるということがあったので、なるほど、うん、ぜひねその立ち上げの時からも見てみたいなというものと、もちろんその子供がね、うん、今どういう状況なんだろうっていうことが、うん、やっぱりあの心配になって、ね、はい、お邪魔させていただきました。避難所で遊ぶ場所がなくて狭いところで、はい、っていうののストレスはね、子供たちはいっぱい駆け回ることが一番ですものね。そうですね、はい、わかりました。そうですか。さあ、清水先生、はい、このあとこの横浜市の幼稚園協会としてはどのような計画を立てていらっしゃるんですか。はい、まあ、このあとの前にもう一つ伸びる幼稚園のお話させてもらってもいいですか。はい、伸びる幼稚園では園長先生はもう園舎がボロボロになったっていうのを見て、もう前向いて頑張ってねって支援の方に言われても、はい、どっちが前だかわからないっていう状況だったそうです。で何度かお電話や直接お伺いしてお話しさせてもらってるうちに、はい、子供たちが園長先生いつから幼稚園は始まるのって言われたその一言で、うん、その迷いは吹っ切れたとおっしゃっていました。で国の支援っていうのを待っていると何年先になるかわからないっていうことで、一方では農地を購入して安全な場所に園を再建するっていう方向で動いてらっしゃいます。今あった場所ではなく、はい、今あった場所は危険区域に指定されてしまって、はい、もう建物も建てられないので、でただその危険区域だったんですけど、卒園式年度をまたいだ4月の22日に保護者の方が、はい、園長先生瓦礫を俺たち片付けるから、うん、ここでなんとか我が子の卒園式をしたいんだってさせてあげたいんだっていう思いで、お父さんお母さんが、で皆さんでお掃除をされて、はい、あの2階がホールだったんですけど、はい、で僕たちが何回か行ってる時にはすごい綺麗になって、うーん、 YouTube にも卒園式の模様はアップされていて、そうなんですか、それはもうまあ涙なしには見られないような思いがあります。3月には卒園式、そうですね、3月が基本なんですけど、4月の22日だったと思いますね、卒園式をされたっていう話を伺いました。本当ですね、はい、そうだったんですね、はい、伸びる幼稚園とはもちろんその後ももうつながりを持ち続けながら、はい、そうですね、あの義援金も、幼稚園の横浜の幼稚園の方でも募っていましたので、はい、そういうのの気持ちをお届けに上がったり、
清水先生は何回行かれたんですか？僕は4回ぐらいだとは思うんですけど、はい、はい、伺ってます。なるほど。内藤先生も、はい、どうぞ。今現状としてはなかなかできることは限られてきてる、いるとは思うんですけれども、うん、その中で、各幼稚園として例えば、人が集まる時のバザーであるとかそういった時にやはり義援金をですねまだ引き続き集めさせていただいて、うん、少しながらの、うん、協力はさせていただきたいなと、うん、今でも考えてます。はい、それは、そちらの三市合同の幼稚園協会の方に義援金をお渡しするというような形でつながっているんですね。そうですね、仙台市にも幼稚園協会はありますし、うん、はい、そういうところにを経由してお渡ししたりとか、はい、っていう形にはなっています。なるほど、そうですか。伸びる幼稚園ってどんな字だったかなって、なんか難しい字なんだそうですよね。はい、ですから伸びる幼稚園のその卒園式の様子を YouTube で見たいなって思われる方が、今リスナーの方がね、伸びるはひらがなでも出てくるかもしれないけど、ちょっと難しい字ですね。はい、出てきたと思いますね、はい、先生ね、はい、あの字を説明するのはちょっと難しいですかね。そうですね、野原の野に草冠に示すが2つですね。うん、なんとなく皆さんお分かりでしょうかね。はい、伸びる幼稚園ね、本当ですね、伸びる幼稚園で伸び伸びと本当は子どもたち頑張ってね育っていったらっていうところですもんね。そうですね、うん、そうですか。さあ、それでは、今後の話、そして最後にどうぞ、はい、清水先生から。はい、被災地の方たちへの復興は今内藤先生もおっしゃった通り、はい、今後も僕たちにできることは続けていきたい、あちらの子どもたちの笑顔のためにもやっていきたいとは考えてます。はい、ただ僕たちにとってみれば横浜の子どもたちの未来も担って、うん、お仕事をさせてもらっているので、はい、うん、その復興支援っていうところから幼稚園協会としては危機管理っていう話に少し転換していって、はい、で子どもたちを守るためにはどういうふうな連携を取ったらいいのかっていうことで動いているところです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。内藤先生も最後にお願いいたします。はい、本当にできることは少しだと思うんですが、人一人でもできること何かあるんじゃないかという思いで、これからも支援 の気持ちとして引き続き持っていきたいなと思ってます。またやはり横浜の、ね、子どもたちも、そのような震災になった際にですね、我々で安全に対応できるようにやはり危機管理マニュアルということも横浜としてもちゃんと各園で揃えてですね対応していかなきゃいけないなと、やはり視察行ってからですね、本当さらに思うようになりました。そうですね、はい、あちらのこと、そして自分たちのことも、自分の大切な自分のこの身近な愛する人たちのことをもまた足元も見つめるきっかけになったってことでしょうかね。ありがとうございました。今日はね、雨の中、清水先生と内藤先生に来ていただきました。最後にございましたら、清水先生もう一言喋りたいなってお顔が見えたものですからどうぞ。はい、僕たち幼稚園では、幼稚園の保育園ってそういう分けるのではなくて、子どもたちが未来を担っていくわけですよね。はい、そういう子どもたちにできるだけいい環境を作って、子どもたちの笑顔をたくさん見られるような、育ちにつながるような支援をしていきたいなと思っています。なので、今後も相浦さんもすごくそういうところ一生懸命親業の方とかもしてらっしゃるので、はい、できればまた、ね、そうですね、機会をいただけたらなと思っております。はい、今度講演会に呼んでいただいて、相浦弥生ね、お母様、そして先生たちのところでね、コミュニケーションのことをお話しすることになっていて、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。今日は泉ヶ丘幼稚園の清水純也先生、そして上井田幼稚園の内藤博道先生、お越しいただきました。東北の絆のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。